最近ね、ささみとオクラの梅ナムルを作っていくで。一つにしたオクラを水洗いして、ヘタとバチを切っていくんや。耐熱容器にオクラを交互に並べたら、ラップをしてレンジでチンするんや。耐熱を取ったら、5ミリ幅の輪切りにするんや。梅干しは種を取り除いてみじん切りにするんや。ハサミはフォークで穴を開けておくと料理酒が染み込みやすくなって破裂の防止にもなるんや。粗熱で取れたササミはフォークで大締めにほぐしていくんや。オクラと梅肉、調味料を加えて和えていくんや。器に盛り付けたら白いりごまを散らして完成や。この器がちょうどいいサイズ感でデニスっぽり収まるんですよね。料理についてコメントせよ。2品目のささみとトマトのネタ具合を作っていくで。ささみはさっきと同じくフォークで穴を開けていくんや。ふぐして穴に通ったらフォークで細かくほぐしていくんや。メカブ調味料を加えて和えていくんや。器に盛り付けたらサポーブ塩たっぷり散らして完成や。味の感想はどうや。このお箸がねちょうどいい長さで手にジャストフィットなんですよ。料理についてコメントせえって言うてんねん。というわけでレンジで作れてダイエットにもおすすめの2品、ぜひ作ってみてや。